スリーピーホローの伝説より首なし騎士に追われる主人公イカボッドクレーンスリーピーホローとはアメリカ合衆国北部のニューヨーク近郊で語り継がれている伝説小説家ワシントン・アービングが1820年に発表した短編集スケッチブック中の一編スリーピーホローの伝説として小説化されたことで広く知られるキリスト教国のアメリカでは 教会の教義から外れた霊的存在は保守層から忌避されながらも語り継がれており、その中でスリーピーホローもよく知られている伝説の一つである。ビッグフットやジャージーダビルほどの明るさはないが、ゴシックホラー的な内容で現在でも人気が高い。基本的な内容として開拓時代のアメリカに渡ってきた残虐なドイツ人騎士がいた。彼は殺されて、 首を切られたが、やがて、首なし騎士として復活し、光る目を持つ馬に乗って、ニューヨーク近郊の森の中で、犠牲者を待っている、というものである。スリーピーホローの正確な場所は特定されていないが、ニューヨーク州ウエストチェスター軍が、物語の舞台とされている。この付近には、同盟の地名や建物が、数多く存在し、1997年には、 正式な名称となった村が誕生した。この伝説は、同じく、アービングの作品である、リップバン、ウィンクルなどとともに、特にハロウィーンの時期などに、アメリカ人の間で親しまれる物語となった。ただし、スリーピーホローの伝説では、首なし騎士は、元は、アメリカ独立戦争で、イギリス軍に参加したヘシアンであったという設定になっている。アービングは、 スケッチブックの執筆中に北ヨーロッパへ旅行に向かい、そうした中でスリーピーホローと類似した首なし男の伝説について取材している。伝説や上記のアービングの作品をもとにいくつもの映画が制作されているが、近年では1999年のティム・バートン監督の同名の作品が有名である。ありがとうございます。